はようございます。ハレリア、モンクさん、おはようございます。今日もですね、曇りですが、一応雨は降っていません。今日もここに来ました。はい、ズニャンさん、トモさん、タイエオさん、おはようございます。サブローさん、ハレリア、ルルさん、おはようございます。マリちゃん、おはようございます。今日も曇っていますが、曇っていますが、まあそうですね、涼しいです。まあやや蒸してますが、まあ、昨日おとといよりもちょっと気温が高くなってます。はい、健吾さん、野猿さん、係長さん、はい、アンリビさん、おはようございます。ユウさん、ガッデムさん、おはようございます。皆さん、昨日ですね、ここ、まあ、キノコ公園というふうに行ったんですが、実は皆さん見てください、1日でですね、昨日覚えてますか、昨日1日でですね、まあたった1日でなんかやっぱりノキッとね、キノコが出てます。本当に、すごいですね。まあ植物、まあキノコは植物と言えるかどうか分かりませんが、植物はその神様の命によって、成長するということを表しています。私たちは神の子供で、私たちは、御言葉によって成長する。御言葉によって成長します。シャンさん、おはようございます。私たちも、皆さんは今ですね、霊的に成長しているんです。いろんなとこを通るかもしれません。しかし今皆さんは、御言葉という霊的な食べ物を食べて、皆さんは霊的に成長しています。ですから皆さん、この素晴らしいイエス様の道を継続して、イエス様の道にとどまり、信仰にとどまり、イエス様にとどまりましょう。イエス様にとどまるのです。このイエス様にとどまることによって、皆様は霊的な良い実を結ぶことができます。良い実を結ぶことができます。ぜひ皆さん、その皆さんの人生はイエス・キリストにあって良い実を結ぶことです。多くの人は罪の実を結んでいます。罪を犯すことによって、罪の実を結んでいます。しかしそれは神様の御心ではありません。私たちは神様が喜ばれる義の実と言ったらいいでしょうか、愛の実と言ったらいいでしょうか、御霊の実と言ったらいいでしょうか。まあガラテア23章には、御霊の実という言葉があります。アイポンさん、おはようございます。その御霊の実を結ぶために私たちは生かされています。ぜひ皆さん、御霊の実を結ぶような御霊の実を結ぶような人生、そして、御霊の実は愛、喜び、平安です。私たちは神の愛を実行することによって御霊の実を結ぶことができます。今日のタイトルはですね、皆さん、愛することに知恵がいる、愛することに知恵がいるということです。私たちはその人を愛そうと思って、意外とですね、まあこの世のあり方、日本は特にそういうところがあると思いますが、おいしさん、おはようございます。自分の善意をですね、押し付けてしまうことはありますよね。もう私もそういうことがありますね。自分がいいと思ったことは、あ、これね、いいですよ、あ、これ食べなさい、こうした方がいいですよ、ね、そういうですね、
まあ、善意の押し付けみたいなのがあります。まあ、ある意味ではいいかもしれません。いい時もあります。お石さん、誕生日おめでとうございます。23歳、おめでとうございます。シャンさん、隣人からキリスト教に関わってはいけないと言われましたが、イエス様の神の愛を断ち切れず、今朝やっとここに参加することができました。シャンさん、隣人に従うのではなく、ね、その人間に従うのではなく、イエス様を一番にしましょう、ね、イエス様を一番にしないと、人間を一番にした時に、道を迷います、ね、人に従わないでイエス様に従う。ぜひ、シャンさん、これからもですね、殺されても殺されてもイエス様に従う、ね、殺されてもイエス様の教えに従う。命がけなんです。信仰というのは命がけです。多くのクリスチャンが信仰を表明して殺されたこともたくさんあるわけですね。しかし私たちは自分の命よりも、ね、自分の命よりもイエス様を一番にします。シャンさん、はい、イエス様を信じているのでイエス様に従います。ハレルヤ。そうですね、私たちはそういう訓練が必要です。神様は私たちに日々のいろんな試練、いろんなですね、問題を与えます。でもそれは私たちの信仰をはっきりさせるため、強めるため。私たちは試練を通して精錬されて、イエス様に従うのか従わないのか、イエス様を信じるのか信じないのか、私たちの信仰をその訓練するために問題があり試練があるんです。ですから皆さん、試練の時喜びなさいというのはそういうことです。私たちの信仰が、その訓練によってはっきりとイエス様を選び、はっきりと御言葉に従うという、そういう私たちが、曖昧な信仰ではなく、中途半端な信仰ではなく、どっちつかずの信仰ではなく、命を懸けて選び取る、イエス様を選び取る、そういう信仰が神様は喜ばれます。皆さんもそうでしょ。皆さんも、まあ、結婚するならばね、当然相手がですね、中途半端な思いで結婚されては嫌だと思います。結婚相手がですね、二股かけられたら嫌ですよね、皆さんね。当然結婚するならば、そのはっきりとした意思を持って結婚してほしいですよね。まあビジネスだってそうですよ。ビジネスだってですね、はっきりとした意思表示をして、責任のある選択、責任のあるその何て言うんでしょうかね、契約をしてほしいと思いますね。中途半端な、意思だとトラブルが起きやすいですね。ゴンタさん、怒りませんから大丈夫ですよ。怒りませんから大丈夫です。滑り台を滑ってほしい。この間ちょっと滑りましたけど、ちょっと滑りが悪いんですね。あやぽんさんの、お母様のがんが早く治りますように。ヒットさん、無職で結婚しました。そうですか。信仰結婚ならば無職でもいいと思いますね。お金がなくても結婚はできます。しかし信仰は必要ですね。信仰は必要です。シャンさん、イエス様は裏切りません。命がけの信仰だと思っています。アメン。そうですね。
そうですね。ゆうゆうさん、それはですね、統一教会ですから、それはダメですね、ダメですね。シャンさん、私は自分の命をかけてもイエス様を一番に考えます。私は自分の命をかけてもイエス様を一番に考えます。アメン。今日はブランコしないんですか？あ、おはようございます。どうも。ブランコできるかどうか、ちょっと。ちょっと電波が悪いですかね。公園にいますとですね、いろんな方が来られます。で、公園だとですね、知らない人でもね、挨拶をすることが多いんですね。まあ挨拶してくれない方もいますが、こっちから声をかけるとですね、大体返事くださいます。ゴンタさん、なぜ挨拶はアメンではないんですか？クリスチャンじゃないからですね。クリスチャンじゃない方にアーメンと言ってもですね、キョトンとされるのではないでしょうか。にゃこさん、その通りですよ。イスラム教はですね、イエス様を信じませんね。牧師の朝ごはん済みましたか？放送の後ですね、朝食をとります、はい、それではですね、早速今日のタイトルいきましょう。愛することに知恵がいる。愛することに知恵がいる。さっきもちょっと話しました。私たちは、意外と自分がいいと思ったことね、押し付けることが多いですね。ぜひぜひこれやってください。ぜひこうすればこうなりますよ。こうすればうまくいきますよ。まあ善意の押し売りというのがあります。でもそれは、ですね、それは一見相手のためを思ってるかもしれません。しかしそれはですね、なんというんでしょうかね。自分というものをこう、なんていうのかな、正当化してるというか、自分を評価してもらいたいためにやってるような、結局ですね、それはちょっと動機がね、不純だということですね。善意の押し売りは本当の愛ではない。善意の押し売りは、結局は自己愛と言いましょうか。そして相手が受け入れてくれないと怒ったりなんかしますよね。なんで私がこんなに、進めてるのにね、やらないんですか。なぜ私がこんなに一生懸命思ってるのにね、答えてくれないんですか。まあ、これはですね、あれですよね、愛じゃなくてですね、愛じゃなくて何でしょうかね。結局、自分のね、自分の気持ちを認めてほしいという。まあ、結局自己愛でしょうね。世の中の愛というのはそういうものなんですね。世の中の愛というのは見返りを求め、そして、自分の愛を受け入れてくれなければ嬉しくないみたいなね、そういう何でしょうかね、本当の愛ではないんですね。で、神の愛というのはそうではなくてですね、本当に相手のことを考え、そして相手の意思を尊重し、しかしそれは、
相手に自由を与える、ね、相手が結局は相手に主権があり、相手に選択の、まあ、なんていうかな、選択を与えるというか、押し付けとか押し売りではなく、自由を与え、ね、相手が判断し、相手が選べるような、状況にしてあげる、本当に相手のためになるためにはどういうふうなことを言ってあげたらいいんだろうか、どういうふうに理解できるだろうか、そこに知恵が必要です。そしてその知恵は聖霊様から来るんですね。私たちはその聖霊様からの知恵によって愛することができると思います。シャンさん、悪魔社会に勝つためにはイエス様からのメッセージを受け取り、信仰に沿った知恵も必要ですね。シャンさん、その通りです。私たちはですね、自分の知恵ではにっちもさっちもいかないということをまず理解しなければなりません。私たちは、自分の知恵は、限られた知恵で、その本当にこの現実の状況を正しく対応できる知恵は私たちは持っていません。私たちは自分のことは知っているようですけど、結局他のことに関しては知らないことが多いのです。私たちは、聖霊様からの知恵をもらって、聖霊様からの知恵をもらっていろんな状況を、知ってまた判断することができます。そしてその聖霊様からの知恵は祈りをもって与えられます。ですから祈らなければ知恵が与えられません。特に朝3時から6時の間、3時から6時の間、皆さんがデボーションタイムを持って、祈るならば、聖霊様からいろんなインスピレーションをもらい、いろんなアイデアをもらって、そして皆さんは、神の知恵で問題を解決していくことができます。ですからぜひ皆さん、愛することには知恵が必要です。そしてその知恵は聖霊様から来ます。そしてその知恵は祈りを通して与えられます。神様は全知全能です。神様は全知全能ですから、どんな状況でも神様は知恵があるんです。ヤコブ一章だったかな、惜しみなく与える神様に知恵を求めましょうという御言葉があります。私たちは、神の知恵で生きているとも言えるでしょう。どんな病気でも真剣に祈れば治るのでしょうか。はるきさん、神様はどんな病気でも治すことができると信じることが大事ですね。神様はその人の信仰を見ています。また神様は神の、知恵でいつどのように祈りを叶えてくださるかお決めになります。大事なのは神様の主権を認め、神の全知全能の力を認めることが大事です。人間の知恵は自己中に過ぎませんよね。そうですね。
人間の知恵はですね、神から来てない知恵は、ね、それはどうしても動機が不純になったり、神様の御心ではないものを求めるということですね。ゆうゆうさん、これが義務のすべてだ。人が他人からしてもらいたくないと思い、いかなることも他人にしてはいけない。聖書では自分のしてほしいこと、ね、自分のしてほしいことを、他の人にしなさいとあります、ね、それが神の知恵ですね。神の知恵、はい、私たちはですね、どうやってその人の益を図ろうか、どうやって、その人が救いに導かれるだろうか、牧師はですね、いろんな人と話をします。そしてその人の、問題点を聖霊様から、導かれて、レパンさんおはようございます。そしてその人が、どういうふうに言えばその人がその反応してくれるか、どう言えばその人は、イエス様に関心を持っていただけるか、祈りながら話をします。そして、神の知恵で、神の導きで、その人が、導かれることがあります。シャンさん、神の知恵は人間には絶対必要だと今配信を見ていて思いました。そうです、私たちは、本当に、神の知恵、神の導きが必要です。旅行するとよくわかりますね。私たちがもし旅行すると、本当にいろんなハプニングがありますよね。電車が、トラブルがある、飛行機が、遅れる、何か落としてしまう、何か忘れてしまう、人が約束した時間に人が来ない、いろんなトラブルがありますよね。その時に祈って、そして、神様に守ってもらって旅行しないと本当に、問題が解決しません。クリスチャンが旅行するとですね、すごく、信仰の訓練になります。もう絶えず祈ってですね、そのいろんな困難をですね、乗り越える必要が出てくるからですね。アトミックさん、おはようございます。そして私たちはですね、いろんな人間関係の中で、神の愛で生きるためには、どうすればいいのか、その人のためにはどのように、対応したら神の愛なのか、私たちは、御言葉を通して御言葉を実行するという、御言葉を実行し、また聖霊様に導かれて、愛すること、愛することを充実させます。WWJD という言葉をよく言いますが、 What would Jesus do? What would Jesus do? WWJD というのは、イエス様だったらどうするか、イエス様だったらどう対応するか、もうこれも、神様の知恵ですよね。神様の知恵です。シャンさん、天国には人間の知恵は無意味なんでしょうね。天国ではどうなんでしょうね。
ちょっと天国のあり方は、なかなかちょっと、理解難しいですが、天使がたくさんいますから、かかりますね、天使がたくさんいますから、天国では、天使からいろいろ知恵がもらえるかもしれませんね。 YouTube の編集は牧師がするんですか？そうです。でもほとんど編集しないですね。ほとんど、そのままという感じです。にゃんこさん、キリスト教に改宗しない人は神に愛されていないということですか？神様に愛されています。神様に愛されているけど、その神の愛を拒絶していると言えるでしょう。多くの人はせっかく愛されているのに、神の愛を拒絶しています。それはとても、もったいないことです。夏祭りは参加してもいいんでしょうか？残念ですけど、引っ越しをしてですね、夏祭りの放送ができないと思います。残念ですけど、今のところは、夏祭り対抗配信は考えていません。この先、江戸時代のようにキリシタン禁止令が出ても、牧師は布教を続けられますか？もちろんです。もちろん日本が、キリシタン禁止令がもう一度あったとしても伝道を続けます。北朝鮮や中国では伝道できません。イスラム教の国々も伝道できません。そこはやはり信教の自由がないんですね。言論の自由、信教の自由がない。皆さん、これは単なる、政府だけの問題ではなく、政治とか民族の問題だけではなく、まさに霊的な問題なんです。霊的な問題で、悪魔がですね、伝道させない、信仰を持たせないということの中で、共産主義やイスラム教は、伝道は禁止され、または信教の自由がないのです。それは、霊的な問題だということを理解してください。日本は、幸い、信教の自由があり、また伝道の自由があることは、これはとても素晴らしいと思います。私がこうやって伝道しても、伝道する自由がある、伝道ができる、これがもし北朝鮮や中国、イスラム教だと、すぐに逮捕されて、拷問になったり収容されたり、場合によっては殺されたりします。メロディーさん、おはようございます。ひょうひょうさん、しつこい勧誘がある、どのように断るんですか？私はイエス様を信じてますと私はイエス様を信じてますって、逆に伝道してください。イエス・キリストこそ唯一の神様だと、宣言してください。はい、それでは明石タイムいきましょう。明石タイム。イエス様を信じて、聖霊様から知恵をもらうようになった。聖霊様、自分の知恵ではなく、聖霊様から知恵をもらって、神の知恵で生きるようになった証。神の知恵で、どうすれば、人を愛せるか。そのような、神からの知恵で生きるようになった証。スタート。
にゃ、シャンさん、今朝の配信も感動しながら耳を傾け学んでいます。アメン。聖書がイエス様ご自身によって書かれたものなら、信じられるのですが、そのね、アルキさん、内容を見てくださいね。聖書に書いてあるイエス様の教え、イエス様の教えの内容を考えてください。そうすれば、その聖書の内容で、これは神の言葉だと、神の言葉だということが分かります。私たちはいろんな検証ができるんですね。聖書の言葉が神の言葉だということが、いろんな検証ができます。イエス様の教えを考えるだけで、あ、これは神の言葉だ、人間の知恵ではない、人間の知恵ではなく神の知恵だということが分かります。第一コリント一章にそれが書いてあります。第一コリント一章には、人間の知恵では神を知ることができないというのが神の知恵だということです。すごい、皆さん分かります？もう一回言いますよ。人間の知恵では神を知ることができないようにされていることが神の知恵だそうです。へえ。要するに、どんなに頭が良くても神を知ることはできないということですね。なるほどという感じですね。なるほど。ラッキーさん、聖書はですね、書き換えられていません、ね、昔の聖書と今の聖書ほとんど同じですね。写本って言って、司会写本とか、昔の聖書と今の聖書ほとんど同じです。書き換えられていません。モーカさん、イエス様ならどうするかを考え、イエス様の教えに沿ってつまずかないように信仰に励んでます。神の知恵に勝るものはこの世にはありません。シャンさん、イエス様とのつながりを持っているとイライラすることがありません。感謝です。アメン。はい、それではファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージ、皆さん、人生がうまくいかないのは、人生がうまくいかないのは神の知恵がないからですね。人間の知恵では悪魔に勝てないんです、ね。悪魔に勝つためには、神の知恵が必要です。神の知恵によって、神の知恵によって初めて私たちは、悪魔に勝つことができます。ですから私たちはイエス様抜きで生きるということは非常に危険だということですね。イエス様抜きで生きるということは、もうそれは悪魔に食い潰されます。悪魔の方が、ね、悪魔の方が人間よりも知恵があるんですね。悪魔の悪知恵、悪魔の悪知恵に勝つためにはイエス様の知恵が必要ですね。イエス様の知恵が必要です。イエス様の知恵によって初めて悪魔の悪知恵に勝つことができます。ぜひ皆さん、自分の知恵で歩まないでください。もうそれは悪魔に騙されます。もうすでに多くの人は悪魔に騙されて苦しんでいます。逆転しましょう。イエスキリストを信じて、イエス様から知恵をもらって逆転して、悪魔に勝利しましょう、ね、悪魔に勝利しましょう。それではですね、招きをしましょう。招きをしましょう。はるきさん、私はですね、アメリカ人の宣教師によって、信仰を教えてもらって、また訓練受けましたね。アメリカ人の宣教師によって訓練を受けました。はい、それではですね、今日の
放送を見て、今日の放送を見て、今まで神の知恵がなくて自分の知恵で失敗した、自分の知恵でいろいろ苦しんできた、神の知恵によって歩みたい、イエス様を信じて、悪魔に打ち勝ちたい、悪魔の知恵を打ち破って神の知恵で歩んでいきたい、神の知恵で勝利をしたい、そういう方はアメンと言ってください。神の知恵で人生を勝利したい、神の知恵で愛することをね、人を愛していきたい、神様の知恵の中で人を愛していきたい、そう思う方はアメン、アメン、アメン。もう愚かな生き方をやめたい、愚かな生き方ではなく神の知恵で賢く歩みたい、神の知恵で賢く歩みたい方アメン。神を恐れることは知恵の始まりとありますね、伝道者の書だったかな。神を恐れることは知恵の始まりです。イエス様を信じることは知恵の始まりです、ね、イエス様を信じることは知恵の始まりです。天のお父様、私たちは知恵が必要です。神の知恵が必要です。全知全能の神の知恵が必要です。どうぞ今アーメンと言った方々、イエス様を信じて神の知恵を受けることができますように、聖霊様を注いでください。聖霊に満ち、愛に満ち、喜びに満ち、信仰に満ちて神の知恵で歩めるように助けてください。今持ってる、リスナーの持ってるあらゆる問題をあなたの知恵によって乗り越えることができますように、解決することができますように、イエス様、彼らを祝福してください。彼らを助けてください。いろいろな困難、苦難、苦しみから救って素晴らしい平安と喜びの中に招いてください。光の中に招いてください。イエス様、どうぞ一人でも多くの人がイエス様の知恵によって悪魔から救われ勝利の人生を始めることができますように、祝福してください。彼らを祝福してください。彼らを祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さん、祈って求めてください。何でも求めてください。イエス様、どうしたらいいんですか。イエス様、教えてください。イエス様、教えてください。ぜひですね、聖書予言という方法もあります。聖書予言というのはいろんなやり方があるんですけど、一番簡単なのはですね、イエス様、どうしたらいいんですか、こういう問題どうしたらいいんですかとね、祈って聖書を、何気なく開けるんですね。そして指を刺して、その指が当たったところを読むんですね。なんか占いみたいですけど、占いとは違います、ね、イエス様に祈って導かれる、聖書予言ですね。別な方法もありますが、皆さん、そういう方法も試してみてください、ね。祈って、そして聖書を上げて、その指で刺したところを、神様からの知恵として受け取るんですね。やってみてください。それでは皆さん、また夜7時にお会いしましょう。良い一日を。シャローム、シャローム、シャローム、シャローム。良い一日を。シャローム。